ツーリング行く朝っちゅうのはね、猛烈に眠たくてですね、もうやめようと、今日はもういくら見て寝とこうとね、必ず毎回思うんですけれども、まあ、うまいこと起きれましたので、今日も戸塚川、復興応援ツーリング、ミーティングに、行ってまいります。君峠ババババゴミやん、ほんまにクスッいきなりや、4人ぐらい飛び出てきてや、はあ、打ち切った、どこなんて俺37あマフラー変えたいなマフラーカブとかあるまったくまあ、というわけでですね、なんで天気いいの、最高やね、全然寒ないや前のツーリングよりいいんじゃん、こっちのまあね、これちょっとね、なんでこんなまっすぐなんか全く分かりませんけど、とにかく突っ込んでみることにします。あ、これ一応ね、メンバーが完全に揃いましたので、いや出発ですよ。みんな思いっきりなんか道具持ってきてんかなと思って、どうですかこれ、完全にもうこれもね、橋が流されて埋まってしまってたんでしょうね。そしてですね、ここでなんと工兵隊がやってるんでしょうかね、高級建築をしているんですよ。きつい、ね、この残骸が美しいことになってるんですよ。これね、山の形がね、こんだけ変わるかっていうのは、本当に半端じゃないが出てくるんですよ。もう宮道の方なんかもう完璧に山の中ですよ。崖崩れが大規模すぎるんですよ。表面の土が全部落ちて、岩肌がもうあらわになってますから。